やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。あれだね。信頼度が高いね。人は。大変。どうしましょう。セーブデータが破損してしまったようです。は？冗談ですよ。もうぶん投げるぞ！ロボットだからってやっていいことと悪いことなんだろう。わかんねえのか、それが。ソフトウェアの異常、警部補と和解する。ったく何なんだ、人の言うこと聞きやしない。金魚の糞みてえに檻についてくんな。謝罪入れよう。一回署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんのかよ。最近のサイバーライフってのは気が利くね。距離が近いな。食事代におごっとこう、おごっとこう。代金を払ってませんよ。え、ゲイリーはどっちだ。いろいろと口聞いてやってるんでな。いいな、ハンバーガーただなんだ。パンクとアンドロイド。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんですか。過去に何があった。いろいろ訳ありでね。同僚殺されたんじゃねえのか。コナーについて。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。ほう。なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にぞれたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。じゃあ失敗だな。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。わかる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。それが感情って言うんだ。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。前も変異体の操作を。数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げていいんだろ。死にとったよ。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げデトロイトで最年少の警部補に昇進しました。エリートだね。もしあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。もう同僚殺されてグレちゃったんだな。だからなんだってんだ。あなたはベテランの刑事ですし、信用を得たいと思っています。協力し合えば必ず事件を解決できるはずです。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり。私は車で待っています。ハンクがちょろいぜ。で、男の情報は。あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが、ただLED を帽子で隠した男の目撃情報があります。ああ、だが人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで操作してられるか。すみません。あら、いいんじゃないか。開けろ、デトロイト死刑だ。ぐー、急に下がってろ。はい。
そう、俺鉄砲持っちゃいけないからね。そうなんだ、俺鉄砲持っちゃいけないんだよな。本とか読んでる場合？読んじゃおう。レッドアイスの前、薬だね。へぇー。アンドロイドを作る材料が、薬の材料らしい。まあ地球まんまだな。地球がやべえって話や。あー、ハンク、ごめん、本読んでたよ。悪いな、ハンク、本読んじゃった。くそ、なんなんだこりゃ。ああ、ひでえ匂いだ、畜生。おー、タノチ、おー、タノチ、スプラトゥーンみたい。ほら、タノチ、ほら。このポスターの奥なんかめっちゃ怪しくない？うえぇ、来た！なんだ？最近剥がされた後。なあ、もう鳩は勘弁してくれ。なん？なんかあったか？ええ、多分ノートのようですが、ただ判読できない。判読なんてことはあんの？何がある？ブルーブラッド、あれだ、アンドロイドの血だ。こいつも撮ってるわ。シンクに LED が。やっぱりな、そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。こりゃどういう意味だ。 RA9 2471箇所も壁に書かれています。オーディスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。もう！また屋根裏だよ。だが本当にムカつく鳩だぜ。何ボケっとしてる奴を追え。うん、きちちちい。そのフェーズね。イエーイ。えい、じゃ早上がりつか高い、行こう。バランスの取れたけど安全な経路、早上がりつか高い、リスクを取っていこう。俺ははい、いや、わい、一個見せたけど大丈夫だよね。ダイレクトが混み合っている、安全な経路。いや、俺はダイレクトの方に行く。ひょーんと、OK、そこ通るぞ。警官だ。これは何？ジャーッ。どこ行った？紛れてやがる。これすごいアイロボットみたいな。違う、あっちいるわ。うわー、通られた。スキャン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 。いやー、ぶち破れ。安全な経路、早い方行こうぜ。どうだ、早い方、ここだ、こっちだ。 Y がこっちね、 Y がここ、 Y がここ、 Y がここ、 Y！ 完璧、はい、かなり近い。よいしょ。ガラス割れないように、ガラス割れないように、ガラス割れないように。いや、こっち、いいでしょ。慣れてきたぜ、この操作も。来た、冗談きついぜ。
頼むよな、ほんとアンドロイドってのはこれだから困るよな。ってことは敵もアンドロイド、変異体捕まえろ。ダメ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 、そんなことに構ってらんねんだ、黙っとけ。ほい、てか早い経路すごい成功してるのになんでこんなに、いやー、答えない、早い方に行くしかねえ。どけよ、こっちこっち。大丈夫か、お兄ちゃん、ちょっとおるぜ。このトウモロコシ畑はどこにいんだよ。当てずっぽうじゃねえか。声のする方へ、こっちだ。ハンク食べな、ハンク。いや俺はハンク信じて、お前の有能さを、俺は犯人を追う。ハンク生きてくれ、最年少主席だろ。さあ止まれ。頼む、俺は何もしてないんだ。あんただって捕まったら何をされるか知ってるだろう。モデル874-004-961、君のソフトウェアにレベル4のエラーを含む深刻な不具合が見つかった。君は欠陥品としてサイバーライフで機能停止処分となるだろう。いいか、動くなよ。この野郎、任務を失敗するくらいなら俺が死んだ方がマシだってのか。決断を迫られて、あの時は俺は何なんだ、データかぶつかられるの、全てゼロか1なのか。ああ全うしようぜ。その程度、おめえは生きられるだろ。お怒りは、お前は信じたんだよ。私が計算ミスをしたためと。ふざけた口聞きやがって、クソハンク、死ね。嫌いだお前のことは。カス、お前とはもう仲良くならん、決めた。なぜこんなことを。おい、こら、お前も仲間だろ。黙ってろ、協力してる。酒かす老人がギャンブル狂い。奴隷は変わりない。黙れと言っただろ。よし、ほら行くぞ。RA9 を救いよ。おい待て、うえぇ、思いっきりね。嘘だろ、これだから機械は。おめえを信用したんだよ俺は。おめえの情報を知ってるからがゆえ即答だったぞ俺。行ってみるか。ルパートが飛び降りた 15% なんだけど。マジかよ。ルパートを追い詰める。ルパートを追うが 15%。ここ 15% なんだ。みんな助けるんだハンクを。え？俺リアルでも絶対ハンク助けないんだけど。あ、なんだっけ、あのばあさん。こんにちは、アマンダ。アマンダ。コーナー、待っていましたよ。少し歩きましょう。あと少しで変異体を捕まえられたというのに、自己破壊させてしまったのですね。あの、言い訳させてください。警部補が身柄を拘束してたんです。まさか逃がすとは思いませんでした。めっちゃ言い訳で笑った。すさまじい言い訳だな。良好です、良好です、すごく良好です。改善しています。私も彼を理解し始め、彼も私に慣れてきました。必ず私が事件を解決します。お任せください。新しい報告。マジでなんか俺が操作するこんなうさんくせえな。うさんくさすぎる。ハンク敵対とか言って。まあ仲悪すぎたら。ハンク、アンダーソン警部補、デトロの死刑だ。入っていいぞ、もう敵対だから突入しよう。いらっしゃいますか。そりゃ嫌いやすや、そんなもんは。
リーコだ。スモー、友達だよな。名前も知ってる。ご主人を助けたいんだ。いい家住んでんな。なってなんで銃持ってる？残り一発、五発持ったのか。起きてください。僕です、コナーです。おもろすぎる。やべ、敵対だからこうなってんのかな。わかんねえんだけど、全部すげえんだけど。これからあなたの酔いを覚まします。おい、ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ。俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです。ご協力いただけますよ、ね、強引すぎる。さっさと出てけってんだよ。ほーら、浴室、浴室に連れてく。やれ。いい子だ。やれ。浴室に連れてく。何してんだ。風呂なんて入らねえぞ。すみません、警部補。あなたのためです。こんなことある？お前ここで何してんだ。43分前、殺人事件の通報があり、バーにいらっしゃらなかったので自宅に来ました。だが、何か悲しくて自分のアンドロイドにてめえの家でこんなひどい目に遭われなきゃならねえってんだよ。もう盾つこう。もう無理。事件の捜査ができないというのは、もうお前と仲良くできない。上司に報告しますよ。そりゃいいだろ、好きにしろってんだ。警部補、しっかりしてください。あなたは余計なお世話だよ。さっさと出て行け。茶化したろ。そうですか。まあ、どうせつまらない事件ですし、風俗店で発生した殺人事件です。私たち抜きでも平気でしょう。あ、風に当たるのも悪くはないかもな。寝室から服を持ってきてくれ。すぐに持ってきます。え、俺今から風俗店行けんの？どの服にしますか？どれでもいい。俺だけモテたいしな。ピッピーフで行きましょう。なんで銃持ってたんだろうな。質問しとこう。銃で何してたんです？ロシアンルーレットだよ。何発いけるか試したぞ。ところがどっこい、その前にバタンキューだ。運がいい、あと一発で実弾でした。あ、似合ってんな。いい子でな、スモー。すぐ戻る。頭にドリルぶっ刺されてる気分だよ。本当にここなのか？報告だとここです。そうか、よし、そんじゃ行くぞ。あんま仲良くないとぞ、ストリップとか行くの。あんま気が乗らねえな。おい、こちらお前喋ってんじゃねえよ。風俗だぞ、気合入れろ。ったく、ね、もうすげえな。コナー、
お前何してんだ。はい、今行きます。アンダーソン警部補とペットのアンドロイドか。ここで何してんだ。アンドロイド絡みの事件担当ですか。後ろ激しい。そうか、だが無駄足だったな。変態親父がやりすぎて倒れただけだ。ご丁寧にどうも参考にするよ。ほら行くぞ。なんだか酒臭くなってきたしな。失礼します。おいおいおい、お前それかなり気色悪いぞ。また吐き気が。黙れハンク、今仕事してんだから。お前はちょっと黙れねえのか、クソ酔っ払いが。マジでハンク嫌いになってきた。再起動させなければ機体のメモリーにはアクセスできません。再起動してみろ。激しく損傷している。うまく再起動できたとしても1分以下。何か情報を引き出せればいいんですが。1分で？またせいあれか、制限時間系か。1分で引き出せっかな。1分。怖いんだ、嫌なんだ。嫌っていう感情があるんだ。なだめよう。1回まだ時間ある。落ち着いて、大丈夫だよ。俺の話聞いて。心配はいらない。問題ない。ここで何があったんだい。あの人死んだの。事実の確認から始めよう。何があったか教えて。私のこと殴り出したの。うん。何度も何度も。君がやったのか。違う。あれは私じゃない。俺は私じゃない。部屋には一人きり。他に誰かいたのかい。あいつ 3P がしたいって。ああ、他にもう一人いたの。じゃあ犯人聞こう。この子が彼の首を絞めて殺したのか。ああ。もう一体言いやがったのか。まあでもいい情報は。逃げちまっただろう。3P の情報はでかい。気づかれずに外に出られるような格好じゃない。まだここにいるはずです。確かにな。店にいるアンドロイドの中から変異体を見つけるってのか。簡単には見つけられないでしょう。ああ、クソ、方法はあるはずだ。そんじゃ俺は店長に詳しい状況を聞いてくる。何か分かったら俺を呼べ。目撃者なんて無限にいるってやな。会社は顔見知り。エデンクラブの最大の売りはプライバシーだろ。ここに来たって誰にもバレやしない。ああ、だろうな。繁盛してるみたいだな。ああ、ますますだよ。アンドロイドのいいとこは何でもやってくれる上に病気がうつる心配も。すみません、警部補。ちょっとこちらに。見つけたのか。多分。相手をレンタルしてください。ふざけんな、コナー。そんなことしてる場合か。お願いです。察しが悪いな、ハンク。早くやれ。こんにちは。ワンセッション30分30ドルになります。購入を確認してください。30分30ドル？どうやって経理に説明しろってんだ。購入完了。それでは。そりゃどう。選んでくれてありがとう。ついてきて。すごい、教えたおっぱいがもうラメでキラキラしちゃってるから。そっか。おいおい、コナ、何してんだ。来た。あからさまなの来たよ。青髪のトレイシーという名のアンドロイドが入り口に向かった。あ？見ていたんです。お前何言ってんだ。変異体が部屋を出た。青い髪のアンドロイド。店は2時間おきにメモリーを消去しています。3分で他の目撃者を見つけないと。あかん、またやー。これを調べましょう。本当には時間がねえってのに。
あれ、クラブの中に戻った。アンドロイドがどっちに行ったか、わかりました。だったら行け。ダメです、また見失いました。こんだけ金使ってるってのにこのざまとはな。唇でっか。ほっ、うわ、すっげえ力入れるの早い。いけー、ありゃありゃ。いるよいるよいるよ。部屋に隠れた。はーい、そこの部屋じゃない、ここじゃないの。変異体は部屋を出ていった。ここさっき見なかったっけ。アンドロイドはこっちには来ていません。こっちか。いや、こっちも見たよな。出てる。ハンクのお金が。また見失い。やかーん。遅い。逃げられた。リセットされました。目撃していた。もう。もうわからない。私のミスです。ごめんハンク。急いで。たまにはお前も役に立つと思いかけてたんだが。ハンクごめん。帰るぞ。ここは吐き気がする。ハンク。ハンクごめん。ミッション失敗なんだけど。6%。マジ？いい眺めだろう。前はよくここに来てたんだがな。なんか俺の服おかしい。飲酒たしなめる、もっと飲めよら。飲酒は控えた方がいいのでは。控え、たしなめるで控える方なの。な影響を及ぼします。望むところだ。それはちょっと望んでないんだけど。寒いから帰ろうぜ。全然お前に今日、俺全然お前に感情移入してない。もう帰ろう。帰った方がいいですよ。疲れちゃいない。だ、ダリーナ、メンヘラジジイだな。お前もそうだろ。俺ロボットだからな。闇言うんじゃねえよ、お前。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば、生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。あ、解除してるし、結局だから行ってみるか。共通して RA9 に執着しています。あれはまるで一種の神話だ。プログラムに存在しないものを作り出したみたいに。神様を信じるアンドロイドね。まったく世も末ってやつだな。警部補、何か気になることでも。まさかエデンクラブでの出来事に関係が。ガイシャを殺した女を見つけられていればな。理由があったんだろう。身を守っただけなのかもしれない。お前嫌い。理由を知ってどうするんです。欠陥品が。人間を殺した事実は変わりません。お前はどうなんだ。見た目は人間、話し方も人間だが、本当は何者なんだ。
チーロンピ、あなたが望むものになりますよ。パートナーでも飲み仲間でも、ただ任務を遂行するだけの機会でも、てめえ、ただただ俺は仕事がしたいんだよ、ハンク。疑問も持たなきゃ失敗もしねえし、弱点もありゃしねえ。見た目は俺と変わらねえ人間だ。ただ完璧すぎる。お前は人間だから完璧じゃねえだろうな。個人的な問題が判断力を鈍らせているのでは。What?! 死ぬのが怖くないのか、コナー。怖くないよ。俺はアンドロイドだからな。やってみろよ。私が怖がるとでも。やってみろ。引き金を引いたらどうなる。ん、無か、暗闇か、それとも天国か。立てついてみよう。ほら、撃つつもりなどないんでしょう、警部補。生きてみろよ、お前。怖えだろ。その挑発には乗りませんよ。そうやっていつもいい。お前は息子が死んだ苦しみを知ってるな。引き金引けねえよ。お前人を殺せねえよ。やってみろよ、ハンク。だったら教えてくれよ。お前が変異体じゃないって証拠は。定期的にテストしています。自分が何なのかは理解していますよ。撃てんのかよ。11%。 マジ、こっからどうすんの、こっからどうすんの、これ。